あんまりよ。梅ちゃん、ドキュメンタリー撮ってるの？裏口とかから入るんじゃないですか。もしもし。あのさ、事務所の通路の上だったらさ、事務所開けないんだよ。いや開いてないんだよ。開いてないって。開いてないの？事務所にいんの？なんだよ、これ。お疲れ様。お疲れ様。もう待ってます。僕は終了です。ヘロヘロ。ヘロヘロ。お疲れ様です。お疲れ様です。どうぞ。どうぞ。どうぞ。あ、千葉さん、金髪にしたら。駐車場あった。
ピアノバーのグランドピアノの中にも証明書ひでぇ練習とかしないですか結構高そうじゃないですかどうなんだろうねシカトじゃんシカトすげえな、でもゴミ箱の中にションベンってエレベーターの中でボケンしちゃうもんクソも、クソ漏らすしクソはしないですかクソ漏らすんだよクソはしない漏らすそこまで狂って、悪趣味じゃないそこまでしょ俺前、レッドシューズでバイトした時にレッドシューズのレッドシューズ懐かしいねここの下がっていく階段ところのドアの、あ、踊り場のところに大便があっていきなし朝上がってったら絶対こうで、我慢できなくなった人が一人いたって俺一回東銀座の駅でクソしてて、はい、全部いっぱいだったのうんこ場がドン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 ってすごい焦ってるやつがいてで俺クソし終わってさ出たらあのションベンするとこにケツ向けてこうやってクソしてこうやってこうやってあでもそういうのたまに見ますよ親父ですかそう親父サラリーマンうわ東銀座すげー焦ってたよね人来ないうちにやっとこうみたいな思いっきりでも見ちゃったんですよ、ね、そう、俺思いっきり見た見合ってんだよ1回ぐらいあったな、それいいですか。ちょっと寝てから。な豚の醤油来てる。はい。俺の今度 T シャツコレクション特集しない。あはい。すごい持ってる。そうなんですか。うん、アーティスト持ってた。はい。今週転職7丁8エクスキそのエクスキューションのやつがエクスメンだったけどな。T シャツとか持ってる。まあ名前変えてる。でも出てきたらデミのサインコレクションすごいよ俺のサインコレクションすごいすごいよでも、どっかちょっとやクリミちゃんちデミのサインで T シャツ作ろうと思ったぐらいでそうもうほとんどの人があるなんか買ってたえっと普通にあれだよね札に札にさ、LL クール J とかもやってるよあと、ほとんどあるよねあれ、あいつらコールドクラッシュブラザーズ全員持ってるとかデラソウル、うん、ケアレスワン、ディーナイスとかパッドジョーもあるよ、ね、あとパッドジョーも持ってるしサダット X が名前変える前にデレック X っていうのもあるしあとねT シャツになるよね。あとね、ロブベースさんとイージーロックとか、両方とも持ってるでしょ。あとステッタソンっていうのはなんだっけな。忘れた。なんかいっぱい持ってる。ビズマーキーとか、メリーメルも持ってるし。あとはバンバーダとか、結構持ってるいろいろ。全部取ってる。素晴らしい。勝手に持ってっちゃうんだよな。お疲れです。